この中に正解が一人います。はい、ロックンの原始のイザです。カメラです。カメラです。ナイスカイスカイです。そして呼び乗りのかぶっちゃった。俺はめっちゃ気にしてる。そして、はい、呼び乗りのたくみです。よろしくお願いします。まあ、授業をやってる YouTuber なんですけど、はい、クイズノックの動画もですね、たくさん見てます。見れば見るほどね、やっぱ賢いなって思っちゃいますね。スールでもないし。唯一ね、まあ、ちょっとこれ勝てるんじゃないかなと思うところがあって、それはやっぱりまあユーモア、ちょっと足りてない。そしてですね、今回私が持ってきたクイズがある、はい、イグノーベル賞クイズ。あっ、よっ。イグノーベル賞って知ってます？まず、あの授賞式がハーバード大学で行われるんですよね。やべえ、もうあんまネタバレすんな。ドイグラウマーがこう紙表記片付ける。お、俺がもうその後言うつもりなんですよ。で、イグノーベル賞って人々を笑わせる研究が大事なんですよね、うん、まあそうすな。だからまあね、その知性とユーモアの掛け算の代表例なんですよ。おー、はい、だから今回それに関するクイズ持ってきたんで、まあ、皆さんのその自由な発想と、そしてそのユーモアを見せつけてくれたらいいな。おっしゃー。で、あの考えても分かるタイプじゃないと思うので、お、あの自分がやっぱりその面白いと思うものを書けば、もしかしたらね、合うかもしれない。それ絶対やめた方がいい。まあ、例えばどんな受賞があったかって話をしますか。あのカエルを空中浮遊させたり、アンドレガイムね。アンドレガイム、その後2010年にノーベル物理学賞受賞したもう正解ですわ。あとはあの股覗き効果、天の橋立てたらヒントを得て股覗きするとちょっとずれるって話ね。今から企画変えることってできます。じゃあ早速1問目、はい、いいですかね。これ1996年の物理学賞なんですけど、うん、トーストを下に落とすときに必ずバターを塗った面が下に落ちるっていう悲しい経験則について物理学的に研究したものなんですけど、はい、この知識としてはおそらく知っているかもしれませんね。あ、そうですね、マーメンをちょっと知られる代表例の一つですよね、うんうん、で、これをめちゃくちゃ真面目に物理学的に研究した人がいるんですよ、はい、その結果として導き出されたその悲劇を防ぐ方法をお答えくださいという問題ですね。お、ちなみにですね、驚くべき方法ですね、その論文の中にも直感的に反すると書かれています。知識ではないですね、これは。知識ではない、はい、なるほどね。知識ではないのにもう書き終わってるけど、ね、なんでその自信がすごい。いや、まあ、ちなみにですね、これ答えは一つではないんですよ。なぜなら物理学賞で受賞してるので、あの式として表されてる、どういう条件の時にバターのためが下に落ちるか、だからいろんなですね、条件を変えることはできるんですけど、その中でもまあ現実的な方法、なるほど、現実的じゃない方を答えても今回正解とします、はい、該当するものを言えばいいんですね。はい、該当するもの、回答で揃えましたか。はい、じゃあ菅井。はい、お前見とけよ俺の回答。もう無理やないか。無理やないか。私の回答こちら、はい、でバターじゃない麺にジャムを塗りたくって、そちら側をバターの麺が落ちるという悲劇を書いて、より悲劇を書いて。これは普通に面白い。ちゃんとしてるやろ。ちゃんとしてる。ちなみに、まあ物理やってる人ほどバターの重さを考えてしまうんですけども、よくよく考えてほしいのが、そんなにトーストにバター塗るかっていう話なんですね。重さが変わるレベルで、いや、室外は塗るのかもしれない。普通の理を考えたら重さは誤差ですね。なので、マスガイは、まあ、物理っぽい回答ではあるんですけども。誤答である。まあね、正解かどうかわからない。全然違えよ。次、じゃあ、ふくら P 行きましょう、はい。机の高さを高くする。おー、それは。これ要は、人間が使いやすい高さの机だと、ちょうどこう、半回転して落ちちゃうっていうことだと思うんですよね。うん、落下と同時にこう回転してるわけだから、うん、それがもっと高ければ、ちょうど1回転する。あー、なるほど。あー。だちょっと使いづらくはなるんだけど、机めっちゃ高くしちゃえば悲劇は減るんじゃないかな。じゃあ次に行きますか。はい、川村君で、じゃあ正解を。正解を。まあ正解ですよ。回答をですね、はい、回答をどうぞ。はい、床に叩きつける。ああ。こうね、そう、落とすってなった時に少なくともバターは上じゃないですか。あー、落とすーバッ回転レシーブを床に手にバターめっちゃつける。叩きつけられるんだったら取ったらよくない。それはじゃあ最後に、秒速で書き終えた回答があるんでね、皆さんウェザー君見せてください。回答どうぞ。はい、トーストの裏に猫を貼る。バター猫のバラだと思う。
いわゆる知識で知識で要するに猫というのは必ず下を向いて足の方向に落ちると、うん、確かにで、トーストはあのバターの目は必ず下に向いて落ちると。となるとあの理論上は猫とトーストは回転して落ちないのではないかみたいな話があるんです永久期間永久期間がいけるのではという四者四様でねですねすごい実はこの中に正解は一人いますえっそういうことですね正解はふくら P おおピーポン出たよまあ実はこれ正解ではあるんですけど論文の中ではちょっと非現実だよねと言われてる対処法なんですねお、まあ、ちなみに人の爪の高さは、3メートルですめちゃくちゃいいんですが現実的な方法として今回想定した回答は叩きつけるのも実はめちゃくちゃ惜しい惜しいあってなった瞬間に水平方向にバンってああなるほどね水平のこの最初の速さが速いと実はひっくり返りにくくてですね、確かに大事なのは相対速度でプレートと、うん、だから逆にプレートを本気で引くのも OK そうなのでどっちかですねあってなったらポンって飛ばすかうって飛ばすなるほど他にもファンの大きさを 4.5cm 四方にするっていうどういうこと小さいと回転速度が上がるから半回転以上回って実はバカの目が上になるっていう本当に条件たくさんあるんですけどもその中の正解が本当にふくら P やつおえじゃあその机の高さと相対速度とファンの大きさみたいなのが変数に入った綺麗な式だすごいそういうことでこんな問題がなるほどね、なるほどね試されると思います知識でいけるといけますねこれぜひ伊沢くんに必ず答えてほしい問題なんですあっやめてほしいそういうの2010年の経営学賞からおおなんですけども今社長ですよねはい社長として答えてほしいお経営者としてこの研究はですね会社である方法を用いて昇進させる人を選ぶと組織が効率的になるというお数学的に示した研究なんですね、はい、おその昇進させる方法とは一体どんな方法でしょうという昇進させる方法選ぶ方法ってことですかそうですねイグノーベル賞を受賞してるんですよね受賞してますよねそこがね妥当なことを書いてもねねそうですねさっきのはトーストを研究するってこと自体がまあちょっとおバカだからそう分かるんだけど今回は真面目だから答えは結構変なのになる結論もおかしいよねじゃあまたこっちからいきますかはい行きましょう、はい、じゃあ菅井の回答どうぞドゥンクズおお誰が昇進してもいいの、はいはいはい、頑張って仕事してこの会社にいればいつか運で給料が上がるっていうなるほど1年に1回のあのビンゴ大会で、まあ、あとこれだとその選定するっていう労力がなくなるあ、はい、いいこと言った俺もそれ言いたかったんだよな室町幕府第6代将軍の足利義教と同じやつちょっと分かんないですでも足利義教がその結果暴君になっちゃったから歴史的な事実で見ると微妙だよあくじ引きで選ぶのもあんま良くないのそう選挙でも最終的に投票だったらくじ引きですから、ね、おいいですかやっとついてくる話ですふくら P の回答どうぞ仕事が下手な人あーなるほどこれはじゃあその心は例えば営業をやってる人が5人いて、うん、その中の1人を営業をまとめる人にして残りの4人が引き続き営業の仕事をするとその上司だけが営業をしなくなって管理職になるわけでしょ確かにしたら営業うまい4人が絶対残った方がいいおお営業が一番下手な人が営業をやめて管理職になった方がまあいいかなと思ったからまあそういう意味で仕事が下手な人これ直感に反してますねぱっと見反してるように思えるけど、まあ、よく考えたら妥当かなとも思ったなるほどではクイズノック内で何か昇進があったらあれあいつはクイズノックは全員有能なんで、まあ、このやり方ちょっとできない逃げる気が逃げる気がしかも下手なんだよじゃあ次に河村君いきましょう、はい河村の回答どうぞはい、集合写真で社長に近いところそれ稲葉そうそれ稲葉の物置なんですよ稲葉の物置をランダムにやるってこと集合写真適当に撮って社長の近くに来るような人ほど人付き合いがうまい稲葉の物置はあれは序列なの序列だよあそうなのそうだよでもあれをあの実際に平野状態でやろうとしたらみんな社長の輪に群がって稲葉の物置がみんな落ちるからボロ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 じゃあ河村君が今そこに座ってるのもあちょっと考えがあってっていうあなるほどねやっぱ知識って大喜利に生きるんですよこれ最後はきっととんでもない回答をね正解が出る、はい、驚くべき方法を教えてください伊沢君の回答ははい耳相撲
ツッコミもらうんですけど、こっちも檻だった。これあれですね、イヌイットの伝統文化の意味で言うと思うんですけど、イヌイットで伝統なんですか、イヌイズモは。そうですけど、あ、それ以外のイヌイズモは考えられないです。分かんない。ちなみにじゃあそれでどうして昇進する人決めるんですか。イヌイズモって変な顔になるんですよ、これ。なるね、うん、で、しかも耳がでかい方が有利なんですよね。これはちゃんと考えてなかった。だからこうやってなるとやっぱり、ミズモがそれ一番表してるのかなってのを通じて説明できると思う。よく今の2秒でそんな思い。本当に。はい、ということで回答で揃ったということで、はい、実はですね、今回この中に、正解者が1人いる。よし、よし、よし。じゃあいきます、はい、この中で正解なのは、須貝のくじ引きです。正解出るんだ。出る。こうやってやってランダムに昇進させる人を決めるのがベストですよというのを示した論文なんですよ。ふくらぴ実はですね、その論文の中で調べられてるモデルの一つなんですよ。仕事が下手なんですよ。それを最悪戦略って呼んでて、一番要するに仕事ができない人を昇進させるっていうモデルもしっかり考えられていて、実はこれいろんなパターンでやってるんですよ。できる人ほど上の役職になってもできるっていう考えと、できる人は上の役職行ったら全く関係なくなるっていう2つの場合について、裁量選択、一番できる人が昇進で、できない人が昇進と、あとランダムっていう風な全パターンで調べられてるんですよ、ちゃんといろんなモデルで。ただどのパターンに対しても良かったのがランダムっていう。へぇ、理論的には俺の説明結構です。どこクイズ出すの楽しくなってきた。へしょっちゃう。続いてはですね、2013年の生物学賞およびん賞。おー、うん、これ言うとヒントになっちゃうんで言わないんですけど、フンコロガシの研究なんですよね。はいはい、生物学っぽいですから。で、フンコロガシって道に迷った時に実はある方法を使って来た道をまっすぐ帰ってるんですよ。その驚くべき方法とは何でしょうといったもので、その何々賞の今隠された部分についてもちょっと考えてみてください。めちゃくちゃ頭いい方法ですか。いやー、これはですね、やっぱりロマンを感じますかね。すごい壮大です。壮大。はい、では皆さん回答で揃ったということで、はい、じゃあまずじゃあ須貝から、はい、お願いします。じゃあ回答どうぞ。ベン、軽微な重力加速度の変化を捉えて自分の位置を、加速する。いいね、言葉が軽微な。専門のトレーニングを積んだ人の発想。フンコロガシは人工衛星飛ばせねえから GPS 使えねえなと思って、うん、GPS 以外になんか自分の場所に応じて変わるもの重力しかないわと思った。だからあれだよね、北海道と沖縄だと体重を測った時に体重計の値が違う。そういうこと、そういうこと。フンコロガシの移動距離考えたらマジでマジで本当マジで警備2メートルぐらい動いても感じる、これ。ね、じゃあふくらぴー、はいはい、お願いします。偉人と同じことやってんじゃないかなということで、はい、天を見る、かっこ伊能忠敬ネコ。見るその字なんだね。まあ一応天体観測っぽい字を。だからね、ちょっとなんか小説のタイトルみたいな。ここはあの波ダッシュにすればよかったね。うん、あ、なるほど。まあでもちょっとどんなメソッドかじゃあ、はい、まあ要は星を見るんですよ。で、星の動きでこの見え方だと今はこの位置にいるなっていうのがまあ理解できるっていう。で、まあそうするとホニャララ学賞が天文学賞が入るなっていう。あ、そこから持ってきて。でもこれだとあれじゃない、フンコロガシジャングルで生きれなくない、上閉じてたら。閉じてるところにも行かない。行かない。昼どうすんの。あ、まあ昼はね、太陽でしょ、太陽。太陽一点張り、太陽一点張り。では、河村君行きましょう。はい、時間を戻す。時間を戻す。ペコパメソッドやないか。時間に干渉して巻き戻してるんです。なるほど、なるほど。あ、そういう方法か。フンコロガシはあの太陽に見立てた風を転がしなどと言われてますが、神の使いならこんくらいできるでしょう。確かにね。何しようかなって思ったんですけど、松田教授かな。SF の賞なんだよ、それは。正解な顔して言ってるのは何よりも怖い。では、最後にザークお願いします。はい、三角測量をやる。いきなりどうした。今までのとこ全部ないと思ってる。三角測量、簡単にじゃあお願いします。まあ、三角測量といえば、あ、僕が答えさせるってこと。三角形の性質を使って距離を測る
ものですね。はい、はい、さあ、いいトライだったでしょ、トライアングルだけに。さあ、俺のことカットされてくれ。これはあれですか、文庫転がしがタンジェントシータの表を持って。ああ、そうそう。で、実はそれが書いてあるんだな、ここに。ここに書いてここに書いてふんに書いてあ、ふんに書いてない。だから持ち運んでた、いつも。そうそう、だから視聴者の人とかね、数学の教科書の一番最後のページに載ってるやつがふんに書いてある。ではですね、発表しますね、はい、この中に正解が一人います。よかった。いやー、文庫転がしもやっぱ耳相撲するんだね。違うね、回答が。一人時間戻してるやつ。はい、正解はですね、ふくら P の T です。おー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 、え、着るわ。これですね、より詳しく言うと天の川を参考にするが正解です。例えばプラネタリウムに文庫転がし入れて、いろんな星とか消すんですけど、天の川がない時に道に迷うんですよ。だから光の線になっているものを参考にして、実は自分の位置を捉えてると。なるほど、一個一個は見えてなくてもぼんやり明るいベルトですね、のが見れる。昼とかって話があったんですよね。実は昼は全く同じこと言ってたんですけど、太陽とかをですね参考にして。おいおいおい、まあ、この研究の発端は月とかも見えない日にどうやってるんですかっていう、それは天の川も使えますという研究なんですね。なるほどね、伊能忠敬メソッドで大正解。、はい、ということで今日はね、海の海の匠さんがイグノーベル賞クイズを持ってきてくれましたね。海の海のチャンネルでも動画上がってるんで、はい、イグノーベル賞の解説してます。おお、また違った研究の真面目なね、はい、真面目なこと言って、真面目なことにね、なるといいですけど、今から撮るんで。ということで、チャンネル登録をさせてください。じゃあ、続いてのクイズ、さよなら。はい、さよなら。通知オンにしてね。海の海動画もチェック。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。